待たせしました。それではただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭、知事からすみませんでございます。はい、まず私の方から、大阪ラバーズ CM コンセントコンテスト2013の開催について、昨年度府市で、策定した、大阪都市魅力創造戦略では、世界中から人物、投資を呼び込むためにターゲットに響く戦略的なプロモーションを基本方針の一つに、掲げております。大阪を世界に向けてアピールする取り組みとして大阪ラバーズ CM コンセプト2013を開催します。応募作品のテーマは私の大好きな大阪、クールで、ダイナミックな大阪の魅力や地元の人しか知らないような街の景観など、これまでのステレオタイプなイメージにとらわれない大阪の表情を大阪を愛する皆さんの目線で映像にしていただきたい。大賞受賞者には前回に引き続きプロと一緒にテレビ CM が制作できる、完成した CM は平成26年1月、テレビ大阪で放映される予定です。また他にも、インド7日間ペア旅行など多くの協賛企業から、ご提供いただき多数の商品を用意しております。また貝塚市が特別協賛として市政70周年を記念した貝塚市賞を、創設をしてくれています。入賞作品には企業等の ご協力により大阪ステーションシティや箕面駅のデジタルサイネージや関西コレクションなど民間のイベント会場で放映をしていただく予定です。多くの方に、応募をいただきたいと思っております。私から以上です。それではご質問をお受けしてまいります、まず本社の杉主任の梶原さんお願いします。知事、今の大阪ラバーズの件ですけれども、貝塚市賞というのは具体的には何がもらえるんでしょうか。お金5万円5万円何口かあるとかあるんでしょうね。2口、はい、分かりました。他に、はい、橋田さんどうぞ。読売テレビ島田です、はい、今年の夏だいぶ早く梅雨明けしまして猛暑になる見込みなんですけれども、節電と絡めてちょっと改めて注意とか注意喚起とかメッセージがありましたらよろしくお願いします。いや、とにかく、今、関西のエネルギーの、需給バランスというのは多い動いてますけどね、それでもやはりこれからの電力需給体制を考えているとなれば、やはり節電というもので、こう逼迫しないように、そういうこうある程度の基準がを維持するのが大事だとこう思っておりますので、ぜひエアコンは28度設定で、節電にご協力をいただきたいと思っています。ただし、やはり、高齢の方、そしてやっぱり、病気等で、弱っている方、お子様、この辺はね、熱中症等々にかからない、そういうこう手当てをして節電にご協力をいただきたいと思っております。NHK の浜野です、はい。今日ですね、知事と、府警の本部長名で、携帯電話でフィルタリングサービスの設定を呼びかけていると思うんですけども、大阪でも、おそらく少なからず被害が出ているとは思うんですけども、まずこの設定を呼びかける意図というかです、ね、その狙いについて、これやっぱり子どもたちがそういう被害に遭わないというのがもう大前提で、やはりこう保護者の方々にね、携帯っていうのはもうありとあらゆるところから情報が入ってくるわけで、そういう子どもたちに不必要とか被害を及ぼすような情報についてはやはりこう保護者がしっかりと自分の子どもを守るということでフィルタリングを徹底してほしい。で、事業者の皆さんにも
そういう啓発をちゃんとやってほしい、こういうことで、僕と本部長で、お願いを、しているということです。あと、ちょっと別件なんですけども、今日ですね、各中央省庁の方でも 何件かですね、明らかになっているんですけども、Google のですね、インターネット上のサービスで内部情報を共有するサービスを使っていて、それが外部の人からも閲覧できる状態になっていたというのがいくつかの省庁で明らかになっているんですけども、大阪府府庁内ではですね、そういったサービスを職員が利用してなかったかどうかという点については何か知事の方に報告があるんですか？いや、それはありませんね。その府の職員が、そういうサービスを利用してたというような報告は今は受けておりません。で、こう誰でも閲覧できるような状態、内部情報についてですね、閲覧できるというのは、その内部情報が流出する原因になるかと思うんですけども、今後その庁内でそういったサービスを利用してないかどうかについて、例えばその全庁的にですね、調査をするとか、そういったお考えというのはありますか？それは各省庁の内部情報というのは、僕ちょっとそこは知らんのですけど、その非常にこうオープンにできない内容まで入っているところが一般のかな。そうですね、今回その明らかになっているのは、例えばその環境省で、条約かなんかの締結に向けて、2国間で話し合ってきた内容を、メモにしていて、それをその、ネット上のサービスで共有してたんです。それが結局その設定をすれば外部から見れないようになっているんですけども、その設定をしてないがために一時その外部からも見られるというような、そういった状況だったんです、それはその省庁の、大阪府庁の職員も含めてね、外からまず見れないようにきちっとやっていくというのが、一番重要なところで、だからこれ、この職員が見てる見てないというところは、今の時点で調査しても仕方がないんですね。とりあえずは国の大切な、情報であれば、まさにそれはそういうしっかり守られるような守られるような取り組みを、これはもう専門家がやるんでしょうけど、僕はちょっと分かりませんけど、そういうふうに改良しなければならないというところじゃないですかね、でもそんな簡単にそんなもんが出るようになってんのかな。うちは大丈夫、うちの情報が外へ漏れないようにはこれ一度確認します。その内部情報がそういう形で、どんどんこう外から、記者の皆さんが誰でも見れるとなるとややこしになりますから、そこは出さないようにきちっと守られてるかどうか、守れるような体制があるかどうかは確認します。ご質問お願いします。写真部の南です。オスプレイの関係でお伺いしたいんですが、関西広域連合で今調整されている国への申し入れの調整状況いかがでしょうか？文章的にはだいたいこうまとまってはきてますけども、まだ、全ての知事が了解と言ったわけではありません。やっぱりできれば広域連合での申し入れするわけですから、全員が一致してこう思ってますけども、でもあまりにも妥協しすぎて、どんな文章か意味がわからないような文章になってしまえば、これはもうどう読むのというような話になってしまうのでね、そういう文章はダメなんで、今、表に出てるような文章でほぼ理解を得れそうなところまで来てますけど、まだ全員が揃ったわけではありません。それとやっぱり連合庁が、今選挙期間中ですんで、なかなか、いくら余裕とは言えね、やっぱり選挙期間中ですから、選挙に没頭するというのが候補者の使命ですから、そこでちょっと連合庁の時間を取れないというところがありますから、選挙後、まとめたいと思っています。
私関連になりますが、まあ、沖縄の中井町知事が、まあ、昨日首相官邸の方に訪れまして、菅官房長官にオスプレイが12機追加配備されたことに対して見直しを求めるようなことを、まあ、申し入れているわけですが、なかなか負担軽減の話が進まない中で、この追加配備などが行われている現状に、まあ、特に、まあ、国の対応も含めてですね、どのように地域としてお考えでしょうか。いやですからこれはやっぱり日米 の、 同盟の中での、話の中で米軍が輸送機を順次、オスプレイに切り替えていくというその一環の中で、まあ、だからH4 かなんかヘリコプターですね、あれを切り替えていくというところだと思います。だから国はね、まあ、オスプレイの、その安全性能、これをやはりこれしっかりね、もう示すべき、今のヘリと比べてどうなのというところをしっかり示すべきだと思ってます。だからそこがやっぱり示されないから、オスプレイの配備については、反対という声が上がるんでしょうからね、そこはもうまさに国の役割としてやるべきと思ってますけどね。でも、自民党は自衛隊にもオスプレイを導入してはどうだという、内部で議論してると思いますんでね。ということは、ヘリよりは、性能も安全性能、それから機能性能含めて、いいもんだということだろうから、そういうふうにしてると思いますが、そういうところをしっかり説明するべきだと思ってますけどね。まず、まあ、その、まあ、順次切り替えていくという中でのこの追加配備なわけですが、なかなか負担軽減の話が進まない中で、その切り替えばかりが進んでいくと、どうしても沖縄の理解というのは得られないと思いますが、この進め方についてはいかがお考えでしょうか。いや、それはもう、総理は負担軽減を検討すると、はっきり、おっしゃってるわけですから、だからそれは今度は、検討した結果、こうなりましたというのを、早急にそういうのを示されるべきだと思っています。ありがとうございます。ご質問ございますでしょうか。毎日新聞の堀です。先週の会見でおっしゃってた採用試験とかの資格試験の県なんですけれども、その後の対象となるその試験数とかですね、その調査の対象になるその受験者数というのが、だいたい判明しましたでしょうか。はい、それは判明をしてます。これでもちょっと全部今ここで喋られへんので、後で、これ紙配ります。どこの試験とか、例えばまあいろいろあれなんていうのかな、介護士の試験とか、歯科技工士の試験、行政書士の試験、26試験について、再点検をいたしているところです。数は、全体で5万2000人、職員採用試験は4000人の方が受診されている。あと細かい試験の中身の部分はまた皆さんにお配りをします。5万2000人分というのは相当多いと思うんですけども、これはもう逆にその職員の方の負担になったりとか、まあ、それでもやっぱり不としては進めていくという、そういうことなんでしょう。まあ、これは負担にはなるでしょうね。でもまあああいう、こうミスがあった限りは、これ全部資格試験とかも入ってますからね。やっぱりその資格を取るとなんで、仕事に、まあ、自分の報酬にも影響するし、仕事に影響しますからね。だからやっぱりこれは間違ってるかどうかはしっかりと確認を仕上げないかと思ってます。あと知事水道等なんですけども、うん、まあ、大阪市はもうすでにとりあえず協議は一旦、まあ、中断するということを決めましたけども、今日まあそれを受けて企業団でもですね、本日、まあ、中断すると、中断を決めたと。
ということがさっき発表されましたけども、うん、まあ、改めてですね、まあ、本来、まあ、都構想に向けて、まあ、本丸だったと思うんですけども、こういう事態になったことについて、どういうふうにお考えになられますでしょうか。いや、まあ、残念ですけどね、これは、まあ、あの双方ともね、いろんなこう、まあ、大阪市にとって、のメリットがないとか、でその大阪市があまりメリットを取りすぎると企業団にとってのメリットが少なくなるとかね、そういうところでなかなか、話が一致しなかったというところあるんですけど、何度も言ってるんです、スケールメリットを考えればね、双方にはデメリットはないと思うんですよ。そのメリットが小さくなるか大きくなるかだけの話で、どちらにしてもメリットがあるんでね、これはもう、もう少し、冷静に、まあ、話し合いをしていくべきだとこう思ってますから、まあ水道企業団の方は42市町村の町と、の皆さんが、これも企業団の経営者になってるわけですからね、まあ、僕もこれいろんな方と会うたびに、やっぱりこれはもうデメリットはないんだから、メリットはどちらにとって多い少ないあるかもしれないけども、デメリットはないというところで、まあ、双方とも 今の時点では、統合ワン水道をね、ちょっと、まあ、一旦ストップという話ですけど、これをちゃんと動かしていくように、まあ、僕自身努力していきますよ。で、まあ、大阪市の方は民営化ということも、まあ、検討していくということなんでね。で、民営化すればどのようなメリットが出てきて、その水道の利用料金、それからこれからやっぱり、老朽化した、送水管の、更新、こういうものがどのように、まあ、低価格でね、変えていけるのかというところの部分もしっかり示していければね、結局は、一体民営化で一緒になっていいものを作った方がいいじゃないか、こういうふうに、まあ、ユーザーの方はそういうふうに思いますんでね、だから一人一人の、まあ、とにかくお客さん目線で何が一番いいのかというところを、企業団が大阪市にも、この辺を、まあ、理解してもらえるように、やっていくのが一番かなと思っています。まあ、僕自身もいろんな方と会うたびにこれは一体化すべきということを言っていきますよ。まあ、前にも言いましたけど、これやっぱりね、まず先に企業団で、府と企業団であって、大阪府水道企業団を作ってしまったんでね、あれが今こういう状態になるんなら、ここまで引っ張ってから大阪市と一緒になったんですけどね、これはもうあの時はまだ平松さんが市長の時代でしたから、一方的に大阪市がコンセッションじゃないとダメ、いうことの中で、少しでも、水道事業を効率化して料金を値下げしていこうということから企業団を先行させた、ただまあそれ先行させた部分については、今となってはこれ、ワン水道になるのにちょっと先行させない方が良かったねという話ですけどね、あの時点ではやはりもう大阪府から切り離して企業団を経営にしていく方がね、これはメリットもありましたので、だからこの後のワン水道については、まあ、仕切り直しですけど、そこを目指してこれやっていきます。わかりました。はい、すいません、ちょっと補足させていただきます。先ほどですね、NHK さんの方から、Google を通じた省庁の情報漏洩につきまして、大阪府庁ではそういう仕様はないのかというご質問でしたけれども、ちょっと今報告がありまして、この Google グループというサービスのようなんですけれども、これにつきましては使用は認めておりません。で、職員のパソコンにつきましてはフィルターをかけておりますので、職員は使えない状態となっておりますので、使用実態もないという状況でございます。他ご質問ございますでしょうか。はい、水道でちょっと追加なんですけれども、ああいう意味なんです、市の方が民営化を進めてしまえば、ワン水道というのはちょっと難しくなってくるんじゃないかという気もするんですが、そのあたりはどういうふうに考えられるか。
でこれ民営化してね、例えば大阪市水道の方が、もっとコストがダウンしてきて、今大阪市の水っていうのは非常に、浄水技術も高いんでいい水ですけど、やっぱり老朽化した送水管通ってくればね、この間、浄水器つけるとやっぱり心配やとかそういう声もいっぱい出てきてますんでね、民営化する中でそういうこと、ところをコストも下げながら、料金も下がるというような、要は、需要側にとって非常にメリット出てくればね、これ企業団側も水道の料金支払ってるのはみんな市民でありますから、そういう市民の皆さんから、いや、じゃあもう一体化して、それぞれ の水道をそういう形でやっていってよ、これ声上がりますからね、声上がっていけば結局そこには議員がいてますから、その議員がやはりその声に応えれば、一体の民営化だろうが公営だろうが一体の水道ということに必ずなってくる。今回結局できなかったのは議会ですよ、企業団の議会も、大阪市議会それぞれの議会が自分たちのメリット、これをいや、ここまで大阪市側がこう譲らないと企業団のメリットはこんだけしかないやんか、おかしいだろと、で大阪市側もそこまで言ってしまうと大阪市のメリットっていうのは何なの、見えないやんか、結局そのそれぞれの地域のそういう、議員ですね、それぞれの地域の議員が、それぞれ の主張を続けるからね、結局はまとまらなかった、だから最後はこれ企業団ワン水道するかどうかは議会の判断になりますので、その議会の皆さん方にそれはもうそれぞれ有権者が選んでるんですから、その、こう有権者の人、有権者であり水道料金を払ってるその住民の皆さん、いやもう一体かなって、もっと水道料金下げてよという話がこう大きくなっていけば、それはもう議会の同意を得れればやれると僕はそう思ってますけどね。あ、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で定例会議を終了させていただきます。ではちょっとセッティングを変えますので、しばらくお待ちください。それではカメラの皆さんご準備の方よろしいでしょうか。はい、それでは引き続きまして国民取材の方入らせていただきます。ご質問の方どうぞよろしくお願いいたします。幹事長、浅見南です、はい、参院選の選挙戦についてお伺いしたいんですが、昨日の箱物の演説会の中でも、維新の所属している議員の中からですね、経路地下鉄の無料パスの問題や、あとは地域活動協議会の負担が増えた問題などをですね、取り上げている、市民の中でも不満を持っている人が、いるということを、触れている方もいるわけですが、この、統一選やダブル選挙終わってから、1年半から2年ぐらい経つ中で、痛みを伴う改革というのは、その中でのこう選挙戦の難しさについては、幹事長、どのようにお考えでしょうか。いや、だからそこはね、丁寧に説明するしかないですよ。だから日本がね、どんどん資源がね、掘れば資源が出てくる国で、それを売れば、国民の皆さんにへのサービス、それをやれる国ならね、これはいくらでも、サービスを充実させていきますけども、要は現在資源のない国で、まずは税とそれから
サービス このバランスですから、そんな中で、まあ、地下鉄の料金についてもこれ無償じゃなくて税が負担してるわけですよね、地下鉄の料金を高齢者の皆さんの。だからその部分についてそれだけの負担を、今の財政状況ではそれだけの負担はできませんよ。でまたそれを負担を続けるんなら、その高齢者の皆さんに皆さんが地下鉄を利用するためのそういう、財源は次の世代お子さんお孫さんが負担してるんですよ。それでもそれだけ のサービスを、どうしても求めますかと、そこは分かってもらいたいということをどきちっと説明していけば僕は分かっていただけるとこう思ってますけどね。ただまあ所属議員の間でもなかなかそういった説明が浸透してない現状についてはいかがですか。いやまあだからね、それはやっぱり一番身近にいるところに基礎自治体の議員は一番身近なところにいますから、だから一人一人やっぱり、まあ市民の皆さんからねそういう不満は、ぶつけられますよ。でまあ不満ぶつけられるとそのことについて何とかしたいという思いはねそれは持つのは当然だと思います。ただ全体のバランスを見た時にはやはりそれなりの、まあ受益と負担、そういうことを、もうそういうことを解決していくのがこれ政治家の役割ですから、まあ、所属議員の中でも、まあ、大阪市内においては各種団体の補助金とか、そういうものもやはり削ってきてますんでね、そういう団体に所属している皆さんからは非常に風当たりが強くなってる。でもまあそれにね、それをまあそれこそそういうことに、まあ過敏に反応することなくねやっていくべきだ。ただまあずっと言われるとね、何とかしますかと言ってしまう、まあ、そういうところもあるんでしょうけどね、まあ、維新の会としてはもう、これは大阪市のことであれば橋本市長が方向性決めてそれを議決してるわけですから、だからまあ要は議決する態度はしっかりやっていければ僕はそれでいいと思っています。他にございませんか。村長すいません、はい、なんかここでちょっと言いづらいあれなんですけど、維新の会のね、比例代表で出てる候補者がですね、まあ、元芸人出身ということで自分の相方を連れてきてですね、今までですね、まあ、パンチとみたいな感じに見えるようなパフォーマンスをしてて、結構そのネット上で話題になってて、これ有権者が出てるのかと、いうような批判が出てるんですけど、そういう話っていうのは何しろ耳に入ってらっしゃるんでしょうか。いやこれは僕は写真は今見たんですけど、話は聞いてありました。まあそういうこの彼はもともと芸人さんなんでね、その相方が応援に来てるというのは聞いてましたけどね、何か本人にどういう理由、趣旨やとかっていうようなことを、これどういう趣旨かというか、まあ、この相方が心配になってちょっとでも強く注目を浴びようと思ってやってるんでしょうね。その手法についてね、感情としてはどういう感想を持たれますか。まあ、僕はもう、自己責任、自己完結で選挙せということを言ってますんで、まあ注目を浴びたいというところは分かりますけど、これはそういう注目を浴びる反面、マイナスも大きいんじゃないかなと、まあ、この候補者本人がその責任を負うんだろうなと、こう思っています。候補者本人が責任を負うのはもちろんなんですけど、それは聞いてはその維新全体のね、イメージダウンにつながるかなという気がするんですけども、それはどういうふうに考えますか。まあマイナスあるでしょうね、ただまあこれやったらダメ、あれやったらダメってね、全てをね、子供じゃないんですから全部マニュアル作るわけにいきませんから、まあギリギリのところで、この、まあ、応援に来たこの相方の方も別に悪気はないんでしょう。
まあやっぱりこう、そのノリでね、芸能界にいた時のノリでやってるんでしょうけどね、まあここまでこう、本人が追い詰められてるということなんでしょうかね。その監視というか、いちいち見てられへんというか、候補者全部の行動をね、すべて、僕はもう監視できないですし、監視するつもりもありません。これ最低限のまずは大人ですから、そこは自己判断しないと、もうとにかく、手の上げ下げまでね、すべて、公正亜正なんていうと、もうそもそももう我々は自立するということが一番、維新の会のアイデンティティで持ってますんで、まあだからそこはもう自己責任、やってもらう。ただまあそのことで、まあ党としてはマイナスもあるんでしょうけども、まあでもまあ仲間ですんで、そのマイナスあるからって、その今その当該本人を責めても仕方がない。そこはそれでまあこのまま戦っていくという意図しかないと思いますけどね。他にご質問の方、ございませんでしょうか。幹事長、参院選、今回ネット選挙解禁になって初めての選挙になっているんですが、今までの2週間までの選挙戦で、ネット選挙が解禁されて、良かったなと思われる点などはありますか。いや、もう正直言うとちょっと分かりません。初めてなんで、良かったのか悪かったのか、これでだから投票率がどうなるかだと思います。解禁して、投票率も前回より下がってた、いうことになればね、結局お祭り騒ぎしただけど、まあネット事業者の方が大儲けした、こういうことになるんでしょうね。だからネット選挙を解禁にするがどうやこうやというか、やっぱり白紙でもないいいから選挙に行くという意識をね、やっぱり持っていただきたいなと。でそれのための一つの手段としてネット選挙解禁あったんでしょうけどね。だからこれはまあ結局開けてみて投票率がどうなったというところが一番、重要なところじゃないですかね、それとこうもう解禁したんですから、こういろんな誹謗中傷等々もいろんなその問題点はあると思いますけど、まあもっと、もう自由にね、情報発信ができるように僕はもうすればいいとこう思ってますけどね、もうとにかく公職選挙法の中でちょっと訳のわからないのはビラの少子とかね、あんなもんもういいんじゃないかなと思いますけどね。あれ少子貼るだけで大変ですからね。ビラそのまま少子印刷してて、そこで枚数だけはきちっと管理できるようにできれば、全体での枚数管理できればいいんじゃないかなと思いますけどね。ネット解禁されて、そのネット上での政策論争とかですね、論争が、今までのこう既存メディアと違って公正中立というのと、違ってなんか活発になっている印象とかもあります。まあね、これ当事者はなかなかね、今こう、情報発信できるのは、ごくごく、限られたメンバーでしかできてない。で、やっぱりこう、ネットの世界でこう、政策議論をやるとなれば、結局外へ出やんとね、もうそのパソコンの前にじっと座ってると、それは選挙活動としてどっちがプラスなんかなということになってしまいますんでね。だから僕なんかはもう、家に帰って、寝るまでの間少しだけしかこれできませんから、昼それ外へ出ないでじゃあずっとそれやってる方が選挙としては有利なのかって考えれば、僕はやっぱりまだまだやっぱり外へ出て訴える方が有利だ、こう
そういう感情を受けますんでね、目の前にいる人ということです、うん、だからなかなかその政治家のそういうこう感覚っていうのがどんどん変わってこないと、ネットの中での政策論争っていうのはこれは物理的に時間的にいろいろと、そういう時間を取れないということになるんじゃないかなと思いますね。やっぱり冒頭に、まあ、解禁してもこう、まあ、投票率が下がってしまったとすれば、こうネット事業者が儲かるだけだという話もありましたけど、うん、こう維新の会としてもこう初のネット選挙ということで、まあ、かなりこの辺の経費というのは今かかっているのは現状なんでしょうか。まあ、そこそこかかってるんじゃないですか、ね、詳しいそのいくらというのは僕知りませんけどね。あと、まあ、参院選全体の情勢なんですが、その幹事長としては大阪を重点的に回られているわけですが、まあ、一方で橋本代表が、まあ、全国を案内されているということで、まあ、その橋本代表との間で今全体としてはこうどういう情勢にあるということは、まあ、どういう意見交換分析ですか。もう自民党の圧勝でしょう、はい、だからもうやっぱりこう安倍政権に対する、期待度、これがもうそのまま、もう自民党の、候補にきちっと、まあ、つながっている、うん、だからもう候補者本人、どうのこうじゃなく、もうとにかく、安倍さんイコール自民党で、その候補者はもう、いいと。だからもうとにかく安倍政権に対する期待だと思いますね。まあ、そういった全体の情勢分析の中で橋本代表との間で、まあ、今後、まあ、終盤戦に向けてですね、こういうふうにしていこうというやり取りがあるんですか。だから僕らもこう安倍政権のそういうこう改革のマインドっていうのが見れないところでね、橋本代表も党首討論等々でいろいろ言ってますけど、例えば96条についても、マニフェスト自民党の政権公約の中からは抜けてますけど、総理はテレビで代表とうちの代表とやると96条やるよとこう言ってますしね。で、70歳以上の、医療費の今今1割負担を、これはやっぱり応分の負担をしていただくということで2割にするということも、これも代表の方からやはり、そういう痛みも、痛みの伴うそういうご負担もお願いしないとダメということを言ってましたら、もう厚労大臣がそれやると、だからまあ僕らもそれでいいと思うんですけどね、いろいろと厳しいことを僕らが言って、でその様子を見て、安倍内閣が、実施するか、まあちょっとここはまだやと、まあいうそういう羅針盤的な、役割でいいと思うんですよね。そのために、まあ、叩かれますけどね。だからそれ違いが出てきませんよ。後追いで、我々が言ったことで、あ、そうだなということになれば、それを次から次へと、これは実現可能な、政権側がやるというわけですから。でもまあそれで日本の国が良くなれば、我々が思う政策が実現できる。僕らもそれでいいと思っています。ただまあ選挙で戦っている候補者それぞれにはですね、引き続き我々がね、自民党との違いというものをどんどん出していって、だから安倍政権とはあんまり違いがないんですけど、もうこれ街頭でも言ってますけど、自民党政権が本当にそれできるかということになればそれは違いますよと、まあ、大阪でもそれは違ってましたよと、まあ、いうことをこれ言ってどこまで理解していただけるかなと思ってます。その高齢者の医療負担、医療費の、窓口の支払いを2割引き上げるという話も、この中盤情勢で
かなり、まあ、自民党が有利だということが分かってからの発言ということになったわけですが、まあ、有利だと思ったから、まあ、負担増の話も含めてですね、まあ触れてもいいかなという感じも受けるんですが、こういった自民党の発信の仕方というのはどうお考えでしょうか。いや、うまいですよ、うん、まあさすがに、もう歴史がそれだけの歴史を持ってる、さまざまな、その政界での荒波を乗り越えてきた、そのまあ、政権交代でギアしてる、まあ、何度かギアしてるわけですけど、自民党も、そういうこう、もうとにかく、そういう、こう厳しい状態を耐え抜いてきて、今がある、打たれ強い、そういう政党になってるわけで、だから、まあ、さまざまな状況の中での、処方箋というのがいろんな処方箋を持ってるんでしょうね。あと最後1点お伺いしたいんですが、まあ、憲法96条改正の部分について、まあ、今回の参院選の結果でですね、まあ、信任を受けたのかどうかというところに関心があると思うんですが、その安倍総理も、まあ、テレビ番組ではその橋本代表と一緒にやると言ってみたりですね、まあ、一方ではその自民党の公約書の方にはまあ、先行改正というところまで踏み込まれていないという現状の中で、まあ、今回の参院選でしっかり信任を得たというプロセスを踏むことができるのかどうか、その点についてはいかがお考えでしょうか。いや、僕はもう安倍総理はやると思いますよ。これは、まあ、今までの、安倍総理のいろんな話も、まあ、聞いてきましたし、個人的にもいろんなお話させていただいてきましたし、今回なかったらできないんじゃないですかね。もう、でこれほどやっぱり憲法の議論がここまで、盛り上がってきてるというのも改正が実現できるんじゃないかというそういうところに、そういう改正勢力の議席っていうのがそういう数になってきたからだとこう思いますよ。これ圧倒的に例えば、3分の1以上が反対勢力が ある状況であれば、これはもう、中身の議論してもどうせできないのかということでそこまで議論盛り上がりませんから、だから今回は、まあ、衆議院においては、まあ、公明党さんの態度いかんもありますけど、まあ、自民党、維新の会、みんなの党、まあ、みんなの党は今ちょっと先行改正反対ですからね。でもまあいろいろ民主党の一部の人も含めて、3分の2ありそうな感じがしてますからね、じゃああとは参議院の3分の2ですから、これが揃うタイミングっていうのは本当にないんじゃないですか。だからこれもまあ安倍総理の政治家としての僕は憲法はライフワークだと思いますし、戦後レジームっていうのはまさにそこにあると思ってますからね、やると僕はそう確信してますけどね。まあ、まあ、やると思われる方が強いとは思うんですが、その中で、まあ、維新の会であれば例えば今まで個構想であり、まあ、先ほど出たような負担増の話も選挙の時に掲げて、でそこで信を問うたことを思って進めていくというプロセスを進んだと思うんですが、今回の自民党がこの後ですね、こう安倍総理が96条改正に進んでいくとした場合に、この手続き的なところでこう、まあ、公約で、まあ、明確には掲げていないというところが、まあ、ネックになってくる恐れがあると思うんですが、今後の選挙戦においてどのような対応を自民党に取りますか。選挙戦において自民党がですね、現状のままでこう本当に信任を得たと言えるのかどうか、まあ、そうです。得るためにどういう対応すればいいか、その辺は。いや、もうだから、まさに公約には書いてないけど、まあ、総理はテレビではやるって言ってるんですから、これはもう、そこをこう党幹部の皆さんがはっきり言うべきだと思ってますけどね、もう今から別に新しい公約書を作るとかそれは無理ですから、
堂々と全国民の前でね、あ、これはまあネットも含めてこれやるんですということを言われるのが一番いいんじゃないかと思いますよね、うん。まあ、僕らはもう単純な、まあ、言ったら橋本徹も僕ももう、性格単純なんでね、まあその前にやっぱり、これはこうですよとはっきり言わんと言うとかんと、まあ後からそれを変えるとまたちょっとまあずるいなと思われると思うんで、まあ、正面から言ってるんですけどね、うん。だからまあもう今の状況であれば、安倍総理ももうあれだけテレビでもおっしゃってるわけだから、正面からはっきり、言われて、まあ勝負されるんじゃないかなと思いますけどね、僕は。まあこういったところで今の自民党の支持っていうのはそんなに変わらないと思いますよ。他に質問の方がありませんでしょうか。内容でしたらこれで終わりいただきます。どうもありがとうございました。